慈しみを欲するならば近場の社を詣でるがよい。ちゃんと鍛錬を積んでおきゃ。お前の相手は俺だ。逃がさん。
も守っちゃくれねえ。自分で何とかしねえと。よし、これで奴らを追っ払ってやる。
技の終わりにて構えを整え斬新を示せば気力は瞬時に充実する。切らして隙だらけじゃ、ひとつきにしてやるわ。
一撃で射抜いてやる。身動きもできんとは。わしらを侮りおって獲物の扱いぐらい心得ておるわ。
族の次はあやかしか。もう義を貫き果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさぬ。気を斬新にて満たせば気は共鳴し常世を打ち払わ。誰かこの地獄を終わらせてくれ。
教族どもにどうか天罰を。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえな。と。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。おい、いつまで拾ってんだ。早くこっちに来てくれよ。待ってたぞ。あのフニ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあ、秀の字な。呼びやすいだろ。
知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとかそんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので、喋れないのは何か訳が？あ、すまん、まあ、いろいろあるわね。